演奏序曲、ロメオとジュリエットは、ピョートルチャイコフスキーが、シェイクスピアの儀曲、ロミオとジュリエットを題材として作曲した演奏海洋序曲。1869年の9月から11月にかけて作曲され、1870年3月16日、モスクワにおいて、ニコライル・ビンシュテインの指揮によって初演された。楽譜は1871年に、 ベルリンで出版されたが、その際に大幅な改訂が行われた。その後も改訂が行われ、現在演奏される決定校が出版されたのは1881年である。公共曲第1番と第2番の間に作曲された、この曲がチャイコフスキーの最初の傑作という声も多い。ミリー・バラキレフ1868年。 チャイコフスキーは当時ロシア音楽界で実験を握っていたロシア5人組の代表格であるミリー・バラキレフと知り合い、自身の作品を彼に検定して、批評を仰ぐなどしながら、交友を深めていった。それから1869年8月に、バラキレフがチャイコフスキーの元を訪ねた折、シェイクスピアのロミオとジュリエットを題材とした作品の作曲を進めたとされる。 その際、曲に用いる主題とその調整など、細かい部分に関しても、具体的な助言を与えたほか、作曲の筆が進まないというチャイコフスキーの手紙に、自らフレーを書き添えて、返事を送ることもあった。こうして第1項が完成。その後もバラキレフの批評を受け入れながら、第2項、第3項と改定していくことになる。なお、 題名に幻想序曲と付けられたのは第二項からである。約20分ピッコロ、フルートに、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、オーダイコ、シンバル、ハープ、言語部アンダンテノンタントクワジモデラート、A 単調、4、4拍子、修道僧ロレンスを表すコラール風の 壮調な女装をクラリネットとファゴットが奏でる。続くアレグロジュスト、ロタンチョウ、ソナタ形式による主部では、モンタギュー家とキャピュレット家の異世を表す、劇場的な第一主題が現れる。弦楽器と管楽器の激しい掛け合いは、両家が剣を交わすところをイメージしている。少しずつ落ち着いてきたところで、変に蝶々へと転調し、コールアングレと弱音気付きのビオラにより、 ロメオとジュリエットの恋を描く甘美な第二主題が現れる。バイオリンが敵の家の人に恋をしてもいいのかと二人が悩む様子を奏でた後、フルートと大ーボエによって再び第二主題が奏でられる。第二主題は二人が別れを惜しむかのように収束し、再び第一主題が助走の主題を伴いながら断片的に現れ、両家が激しく争っている様子を奏でる。 弦楽器が加工すると、大募へにより先ほど弦楽器によって奏でられた二人が悩む様子のメロディーが演奏され、それに続いて第一主題と第二主題が再現される。ロメオとジュリエットの恋を描く第二主題を弦楽器が演奏した後、トランペットが二人の死を暗示するメロディーを歌う。各主題が交錯しながら、盛り上がりは最高潮に達し、 歌詞状態にあるジュリエットを死んでしまったと勘違いしたロミオの気持ちを表すかのようによりそう激しい曲調になった後鋭い一音が奏でられるこれはロミオが毒薬によって死んでしまったことを表しているまた続くティンパニによる鋭い一音は目が覚めたジュリエットがロミオを追いかけて実施したことを表すティンパニのロールが終わると集結部へモデラートの終結部は 早々更新曲風のティンパニの心臓の音を表す、刻みに悲しげな第に主題が重なり、路町長調で木管楽器が天に召される二人の様子を清らかに奏でると、最後はトゥティの緊迫した和音で終わる。チャイコフスキーが幻想助曲と銘打った作品は他に二曲あり、いずれもロメオとジュリエットと同様に、シェイクスピアの儀曲を題材としている。ありがとうございます。